ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日はお姉ちゃんに、売上がね、上がった時にした行動っていうのをちょっと聞かせていただきたいなと思います。うん、そうね。なんかこう私のパターンって多分こうよくある主婦の方にありがちな思考から始まってるからさ。なんか本当に一番最初とかってもう本当お小遣い程度でいいから、うん、もう稼がなくて結構ですみたいなとこや、なんかこう、ああわかるわかる、なんかみんなね、初め 2,3 万でいいですみたいな、いやもう本当そんな感じやったし、なんかこう、すごい頑張らなあかんのちゃうかって思ってたから、なんかそうやったらこう家庭が大変になるからってすごい気にもかけてたし、なんかそういうとこからのスタートやから、結構主婦の起業の人たちってそういう感覚の人多いと思うねんな。うん、多いと思うわ、うん、私も夏休みなんか働かないとかって言ってたからさ、バカ者みたいなね。そう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 、アホちゃんって思うねんけど、なんか仕事っていう、感覚を持つのがすごい大変やったかな。そう、専業主婦からやっぱり起業するときって、そこのちょっと壁を越えるのが、ね、そうやねん、そうやねん、なんかいい加減さというか、覚悟が足りないというか、そうね、なんかもう覚悟したらもう大変やから、でどっか旦那さんの給料もあるし、慌てなくてもよかったっていうのがあるから、でもまあそんなことやっててもさ、絶対いずれさぶつかるやん。そこまで言い訳もなくってさ、まあもんもんとするよね。そう、なんかそう、まあ私もやっぱそうやってもんもんとしてさ、なんかさどうしようって思った時に、まあやった行動っていうかさ、のがまあ1,2,3,4,5個ぐらいあるから、なんかその紹介ができたらいいなと思ってて、じゃあ売上が上がった時にやった行動5つ、そう、なんか一番初めやっぱり私こう計画立てんのとかめっちゃ苦手やったから、なんかこう月々の売上っていうのは決めてなかったわけよ昔は。なんか過ぎ去ればこの金額ぐらいの、なんか今月ちょっと多かったとかさ、今月0円だったとかっていう、なんかそういう感じのところをガチッと決めた。いくらにするってね。なんか分かりやすい数字で決めて。それってその時にしたら高い金額？めっちゃ高いと思う。だって100万円も。そら 2,3 万でいいねんって言ってた時からな、100万って言ったらまあまあ、震えるよね。そうやね、震えたね。でもその震えるためにその前に、だからこうさ、やるために自己投資したよね。まあそれがまあちょっと前後するけど、やっぱりその不安定さっていうのを自分に用意しなあかんなと思ったから、まあそうやって高いコンサルを受けたりとか、まあ、実現した人に聞きに行くってことよね。とか、あと、まあ、やらざるを得ない状況に持っていくっていうので、私は、子供のね、高校の、授業料を払うっていうのを自分で買った。しかも、私学やったしな。そう、見事に払い終えてんけど、でもその前ってそんなんできるっていう保証なかったからさ。まあでもそのそういう不安定さを自分に、なんか清水の舞台から飛び降りる的な不安定さっていうのと、まあ、月々っていうのを決めたっていうの、月々決めてもなんかそのあんまそこ縛られる、まあ一応決めてるっていうのはすごい大事やねんけど、なんか全体的なイメージとして、私はもう一個決めたのがその右肩上がりっていうのをだけを決めて、なるほど、毎年毎年、で今まあ、行動変えてから4年、4回目の、まあ、確定申告やってんけど、まあ、それ全部右肩上がりになってて、
しっかりとしたこう月々のイメージ、数字っていうのを一つ決めるのと、うん、また別にはちょっとふわっとしたもんもう一個決めとく、と、なんか全部が多分ね、ガチガチに決められるとめっちゃしんどいと思うね、女性って。ああ、そうやね、なんか数字折ってばっかりやったらちょっと大切なものを見失いそうやしね。だからどっかでなんかそれが1円でもいいと思うね。去年より1円多いとかでもいい。だから肩上がりには間違いないから。私もなんかその数字を追うってことがそんなに自分の中でワクワクせえへんから。だから基本的にあんまり毎月毎月いくら稼いでるとかって気をなんか数えてない。なんとなしわかるからね、お申し込みの数とかではなんとなしわかるけど、正確な数字は一切こう自分の中でないくらい、まあそれが結局さ、まあ今何個言った ?3 つぐらい言った、3つ言ったな。で4つ目っていうのが、私昔そのグルーデコっていうさ、アクセサリーの協会に入ってて、その時の理事がさ、ブログかなんかで書いててんけど、なんかやっぱみんなさ、何か仕事し始めたらさ、なんかこう新規を追いたくなったりとか、マウス期とかさ、そういうとこばっか目に行って、なんか自分の成果、成果の方ばっかり目に行き出して、なんかそこの時に、目の前のお客様を大切にしたら、その、まあ、たった一人のお客様を大事にしたら、その列をなすっていうことを書いてあって、これは私の、まあ、指針というか、なんか未だにそのなんていうか目の前の人たちがなんかどうなったらいいかっていうことだけを考えてると、そううまくいくねんな。ああ、まあいつもやっぱりね、講座とか受けるのもなんか、生徒さんがこういうこと困ってるからこういうこと私が学んだら教えれるんちゃうかとか、そうやねんな、なんか行動できへん人が多いなと思ったら行動のなんか学ぼうかなとかさ、マインドしんどい人ばっかりおったらマインドのことも学ぼうかなとか、自分が学びたいっていうのももちろん あってのそれも最低レベルやから、そんなん別に条件に入れへんねんけど、なんかプラスするとしたらやっぱり何のため誰のために学ぶかっていうのが多分ないと、アウトプットできへんねんな。ああそうね、ずっとインプットだけ、インプットだけやったらそうやってね、なかなか数字に出てこうへんしね、そうだからなんかこう、私は本当自分が、学ぶ、伝えたい人がいるからさ、まあ、即座にアウトプットするときもあれば、なんか2年ぐらい寝かすときもあんねんけど、その内容によってね、そうするなんか結局循環が生まれるやん。自分の学びもアウトプット、自分の学びもさらに深まるし、でももうインプットみんな好きやからさ、学んでばっかりなんて頭でっかちになっちゃうね。そうだから例えばなんか私みたいにそうやってなんか、あ、まあでもこれはね、起業してる人たちが聞いてるか、でももしかして起業してない方も聞いてるときに、ね、例えばお子さんのために学びたいとかもあったりするやん。もちろん自分が一番学びたくて、この学びが子どもたちのためになるって言ったら、やっぱりそこでこう、やっぱりアウトプットがさ、子どもたちに行っていくやん。なんかそういう何のためにっていうところを常になんか私はなんかこう学ぶときに。決めてるから、なんかもう早いねんな、学んでも多分。ああ、そうやね。使う先が必ずあるというか。多分考えんとみんな学ぶことが好き、何や楽しいとかだけで、どん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 インプットしていくから、出すとこないから、なんかもう知らない間に。なんだろう、もう忘れてしまうみたいな、ちょっとなんかどこでもないその資格、でその資格だけがどんどん溜まっていったりさ、学びだけが溜まって、また新たなまた学んでとか、そうありがちやねそれね、そう
だからなんかやっぱそういうところをなんか私の中で本当なんか一番変えたかな。やっぱ自分に負荷かけるのが大事ってのと、うん、やっぱり自分だけのためじゃなくて人のために役立つっていうのと、だってやっぱりそのさ、集客できないとか売り上げがないって学ぶときって、うん、まあほぼほぼ自分の心配してはんで、あ、せやな、そう、なんかやっぱり自分がイケてる人で見られたいっていうのはもしかないじゃん。ね、いつも満席でいつもなんか人が来てっていう、そういう姿。うん。憧れとか。そうそうそう、目的にね、なっちゃう時って絶対うまくいけへん時やねんけど。確かに。ほんじゃやっぱりそうやって今もしね、悩んでる方がいたら、その5つを、まず頭に置いて、そうだから私はまた右肩上がりって決めてるけど、それをまた別の言葉でも全然よく、そうよね、その人によって違うもんね。なんかそういう自分のなんかね、トリガー的ななんか言葉があると、ブレた時に戻る言葉があるっていうね、そうやね、また頑張れんねんな、なんかこう、そうやって決めてる、そこにそんなに拘束力はないねんけど、なんか自分で決めたんやから、なんか頑張って行動しようかなっていうふうに思える、確かに。で、月々も結局さ、やっぱ1万円の稼ぎ方と100万円の稼ぎ方って行動が違うからさ、そうね、ある程度やっぱ指針はいるよね。確かに。自分を振り立たさなあかんしね。そっか。じゃあやっぱりね、売り上げを上げたいと思ったら、そういうふうに決めるところは決めて、手放すところは手放し。そう。ですね。何の沈黙やったら、ね、なんかこうお役立てればいいんですけどね、なんかこうやっていただけたら、ね、はい、はい、ありがとうございました、お聞きいただきありがとうございました。姉妹カンパニーのチャンネル登録よろしくお願いします。